こんにちは、おときゅうでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。これからここ小樽から特別快速を利用します。乗ります特別快速はエアポート94号新千歳空港行きです。3月16日ダイヤ改正で日中の9時から14時の間は毎時53分に特別快速新千歳空港行きが設定されました。後で詳しくご説明申し上げますが、札幌新千歳空港間の輸送体系が日中は変わったのですが、合わせて小樽札幌間も変更されています。昼間の改善と言いますが、共通して言えることは普通列車の実質減便です。小樽手稲間1往復と北広島千歳間2往復の普通列車が廃止されました。その廃止した分を快速を各駅停車にすることで補うようにしました。そのためダイヤ改正後は快速の停車パターンの見直しも行われています。小樽新千歳空港間には特別快速種別で走るエアポートができました。運用車両はダイヤ改正前と変わらず721系と733系で共通運用されます。特快エアポート94号は733系です。以後は特別快速を特快と表現します。新たにできた昼間の特快の利用状況を全区間乗車して新千歳空港まで見ます。そしてダイヤ改正後の特快や快速の停車パターンを紹介していきます。どうぞ最後までご視聴くださいませ。そしてグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。ホームで列車を待っている人の数を見るため、先頭区間733の3106番に乗っていきます。エアポート札幌経由新千歳空港。小樽は定刻12時53分に発車します。乗車は4月の上旬ですが、雪が結構残っていました。新千歳空港までの乗車時間は1時間13分です。これはダイヤ改正前の最速達快速と同じ所要時間です。特快は速さを強調するというより、停車駅を区別するための種別です。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線、千歳線直通、特別快速、エアポート、札幌経由、新千歳空港行きです。4号車は指定席、Uシートです。Welcome aboard the Airport Special Rapid Service. The next stop is Minami Otaru.JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線、千歳線直通、特別快速、エアポート、札幌経由、新千歳空港行きです。列車駅は手稲、小樽、宗谷、札幌、新札幌、南千歳、終着、新千歳空港です。列車は前が1号車、後ろが6号車です。車内が全て Welcome aboard the Airport Special Rapid Service train bound for New Chitose Airport via Sapporo. We will be stopping at Teine, Kotoni, Soen, Sapporo, Shin Sapporo, Minami Chitose, and the New Chitose Airport Terminal.それではダイヤ改正後の快速列車が昼間6時間どのように変わったのかを紹介します。まず種別は新たに区間快速が追加され、特快、快速、区間快速の3種になります。小樽新千歳空港間の運転は2往復で変わりませんが、特快と快速が各1往復になりました。札幌新千歳空港間だけを走る列車は毎時1往復増えて4往復になりました。そのうちの2往復が今回新設された区間快速種別で運転されています。
札幌新千歳空港間は毎時5往復が6往復になりましたが、苫小牧方面の普通列車はすべて北広島駅始終着になり、苫小牧方面はエアポート号に乗って千歳駅で乗り換えに変更されました。普通列車が走らない北広島千歳間をカバーするため区間快速が設定されて、北広島新千歳空港間を各駅に停車させることで普通をフォローさせます。なお札幌以南を走る特快と快速の停車駅は改正後も変更ありません。1往復増発分を特快に当てましたのはいいですが、従来の快速は2往復区間快速に変更で、所要は5分ほど伸びましたが、後発の快速に抜かれることはなく走ります。遅い区間快速を設定したお詫びに特快を設定した感が否めませんが、特快を無理に入れたため千歳線内の運転パターンが不規則になりました。私個人的には実質新千歳空港行きが増発されて、普通列車停車駅からも空港へ1本で移動ができるいいダイヤ改正だなぁと思いますが、特快だけは小さな親切大きなお世話です。あれを快速にして毎時区間快速2本、快速4本とすれば、快速、快速、区間快速の30分サイクルのパターンダイヤが完成してすっきりしたと思います。小樽始終着に多少の歪みが出ますが、札幌以南が圧倒的に利用されるわけで、千歳線内をすっきり覚えやすいダイヤにするべきだと思います。そして快速停車駅で乗降できる機会を増やすべきだと思います。函館線、千歳線直通。特別快速エアポート号札幌経由新千歳空港行きです。4号車は指定席入信です。さて今乗車している小樽札幌間もダイヤ改正で大きく変更されました。ダイヤ改正前は快速が2本でしたが、特快と快速の各1本に変更されます。そして特快や快速問わずに新たに桑園駅が停車駅に加わりました。特快と言いましてもその効力は札幌以南で小樽札幌間は変わりません。むしろ桑園駅の停車が増えましたが、札幌以南の種別をそのまま使います。快速の停車駅は大きく変更されます。手稲小樽間の普通列車を減便した代わりに、快速列車の手稲小樽間を各駅停車に変更して補いました。そのため快速列車が小樽札幌間で通過する駅は3駅だけになります。こちらは区間快速と呼ばず、特快と同じ札幌以南の種別に合わせ快速列車です。まもなく桑園です。出口が右側です。 The next stop is 桑園。小樽札幌新千歳空港間、これらの事象は昼間6時間だけのことですが、昼間利用が少ない普通列車の減便を快速列車の停車駅変更で対応します。この方法をいち早く取り入れた有名な区間は東海道本線の岐阜大垣間で、早朝深夜以外は普通種別に乗れません。 JR 初期は圧倒的に普通列車が多く、快速は西岐阜駅だけ通過しました。次は札幌に停まります。地下鉄南北線、東方線はお乗り換えです。この列車は千歳線直通特別快速エアポート号新千歳空港行きです。停車駅は新札幌南千歳、終着新千歳空港です。この先揺れますのでお気をつけください。ご乗車いただきましてありがとうございます。次は札幌に停まります。出口は左側5番線の到着です。札幌からのお乗り換え列車ご案内いたします。普通列車目別行き10番線から13時43分苫小牧東室蘭方面特急すずらん6号室蘭行き9番線から13時46分苫小牧新徳帯広方面特急大空7号釧路行き8番線から13時55分
通列車北広島行き7番線から13時37分の乗り換えです。札幌でお降り客様、車内に差し物、お忘れ物なさいませんよう、お手回り品をお確かめの上、足元にお気をつけてお降りください。この列車は特別快速エアポート94号新津江空港行きです。札幌出ますと新札幌南千歳終着新津江空港の順に停車してまいります。途中白石、北広島、江庭、千歳には止まりませんのでお気をつけください。この列車は途中白石、北広島、江庭、千歳には止まりませんのでお気をつけください。札幌では2分ほど停車し13時30分に発車いたします。引き続きご乗車のお客様は発車まで少しの間お待ちください。まもなく札幌に到着します。ドア付近に席で立っている人はいますが、手の通り座席は空いています。インバウンドと思われる外人も乗っていませんし、大型の荷物を持った空港利用者と思われる方もいません。たまたまかもしれませんが、特快エアポート94号の利用状況は札幌までこんな感じです。 Please watch your step when you get off.さすが札幌駅で、大型の荷物を持っている空港利用者を含めたくさんの人が列車を待っています。外人の姿もかなり見受けられます。特別快速という種別が利用客を引きつけるのかもしれません。朝晩に走る従来からある札幌新千歳空港間の特快は33分で走る列車もありますが、この列車は36分かけて走ります。1分遅れ、13時28分到着です。札幌駅は13時30分定刻に発車します。利用客のほとんどは空港へ行くと思われる荷物を持って乗っています。我が1号車は空き席があり満席ではありません。この先揺れますので、またやむを得ず急停車することがありますので、お立ちの際は手すりなどにお座りください。南側 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線特別快速エアポート新千歳空港です。停車駅は新札幌南千歳終着千歳空港です。列車は前が1号車、後ろが6号車です。車内が全て見られて、4号車は指定席、休止です。まもなく新札幌、新札幌です。地下鉄東西線はお乗り換えです。出口が左側です。新札幌の次は南千歳に止まります。次はおよそ3分で終着新千歳空港、新千歳空港です。国内線ターミナル、国際線ターミナルともに改札口を出まして上の階へお進みください。
名乗り口は右側です。JR 北海道ご利用くださいましてありがとうございました。新千歳空港は1番線に14時6分定刻に着きます。空席が目立った特快エアポート94号、昼間は特快にせず快速で運転して地元の利用客を乗せるべきではないでしょうか。そして先ほども述べましたが、札幌から30分単位のパターンダイヤにして、覚えやすいダイヤにして利用客の均一化を図るのがいいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。